になるんですけど、そう、同い年なんですけど、初めて知りました、こういうライブがあること自体じゃあ生まれてから今までの間毎年されてたってことですか。そうですね、本当にすごいって考えたら、どういう面して生きの間通ってたんだって思いますよね本当になんで出なかったんだっていう、そこは違うと思う。私見たことありますよ、羽衣祭りと一緒にやってる時に見ました。そうですね、はいはいはい、一昨年までは、うん、羽衣祭りと一緒に、ね、はい、楽しいですよね。どんどんこう自分の知らないバンドとかがどんどん出てきてやってて、あ、うん、で知らないのを知れるってことですごくいいですよね。そうですね、もう知らないというか、まあ、あのライブハウスではあの一緒にやったことない人たちと一緒にできるっていうのもあるので、うん、 はい、あと普段ライブハウスに来ないお客さん、そうそうそう、まあ、うんうん、そうですね、祭りとかで行く人はもうめっちゃ好きで行くけど、そうですね、なかなかちょっと興味がある人しかライブハウスに最初は来なかったりするので、そうですよね、うんうん、でやっぱそういうとこ、この祭りフェスティバルみたいなので見てくれてみたいな。そうですね、それでまあ、ライブハウスにも足を運んでもらってっていう方も何人かいらっしゃったので、すごいまあ最初の入り口が広がるというか。そうですよね、はい、うん、外でやってるからちょっとね遊びがてら行ったりとか、あ、ね、あといい音楽聞こえるぞみたいな、ね、うん、そう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 、あ、何やってるんかなみたいなね、お、うん、とか他のバンド目当てで行って続きで他のも見てとかね、はい、ね、うんうんうん、じゃあ最後にこの今度のね8日のライブ宜野湾のに向けての意気込みを、はい、お願いしますはい、意気込みはすごいこのライブ宜野湾はすごい人たちっていうか有名じゃなくても結構力があるバンドの人たちがたくさん出るんですけど、おー、はい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 、なんだなんだ、意気込みがもう出ちゃったのかな音としてやっぱギタリストとしてそこは違う違う、はい、すいません、溢れ出る感情がビートになって出てくるこれでやっていいですか、はいはい、喋ってください、はい、意気込みお願いします。それで、はい、そのバンドすごい人たちに負けない、リムも負けないように、うん、はい、頑張りたいと思います。はい、ぜひ見に来てください。はい、あと、告知があるんですけど、はいはい、どうぞ、いいですか。はい、今月の24日なんですけど、うん、9月24日、はいはい、名護のバードランドっていうところで、はい、PFAM っていうバンドがあるんですけど、はい、の、レコ初ライブに参加させてもらうことになりまして、あ、このバンドの、じゃあ、はい、前座っていうか、ごめんなさいね、違う、まあ、そんな対バンっていうか、そうですね、対バンみたいな感じ、はい、あ、なるほど、で、はい、土曜日、他にもバンドがヒアフォー、ちょっと読みづらいんですけど、うん、ヒエアフォーっていう、はい、中国語みたいな感じです。そう、ヒアフォー、ガラゲガレージかなガレージかなガレージ、はい、ガレージとシベリアンスカンク、今ガラゲっつったよ、シベスカさんとパブロ、パブロさんとジャックシーオータマとナインスクラップナインスクラップっていうバンドが一緒に同じ日に名護でライブすることになっていますので、結構いっぱい出ますね。多いですね。そうですね、24日の、土曜日、土曜日ですね、再来週の土曜日ですか、来週じゃないですか、はい、はい、ちょっと名護という感じで場所は遠いんですけど、す、ね、はい、ライブ宜野湾ね、10月8日なんですけど、まあ、その前にもしお時間があれば見に来ていただいて、はい、まあ、気に入っていただければライブ宜野湾は無料でしたっけ、ですよね、多分すいません、まあ、まあそうですね、ライブ宜野湾にも来ていただけたら、入場無料です、はい、はい、いいかなと思いますので、いいですね、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします。今日は LIM と書いてリムさんからお二人来ていただきました、ゆいさんとゆうきです、ゆうきさんでした、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。最後曲紹介お願いします。はい、はい、曲がですね、はい、流れちゃっている、あ、曲
流してるんですか。あ、流してるんですね。今CM 沖縄食料さんの CM でもちょっと使っていただいている曲で、はい、ダダダという曲を使ってもらってるんですけれども、そちらの方を聞いてください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃあリムでダダダです。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。リムでダダダを聞いていただきました。かっこよかったですね。いいですね。一人英語に聞こえたっていう人もいたんですけど、トーマさんの力よこれ。あ、トーマさんが歌ってるんでしたっけ。そうですよ、ね、楽しみですね。ぜひ見に来てください。え、2分前の記憶は全部消していくタイプなんですか。そうです。そうですって。鶏よりひでえよ。ね、はい、では続いて、はい、宜野湾市内の道路交通情報、天気をお伝えします。行きましょう。ね、今日は初の、H 郎さんがお天気の方を読んでいきます。どうぞ。ああ。本当中南部ですね。マイク入ってますか。はい、こっち入ってますか。あ、はい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 、天気予報をお伝えします。 ありがとうございます。本当中南部からいきますね。はい、東南の風やや強く晴れ、昼過ぎから夕方曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴う。南東の風じゃない、東南の風ってあんま聞かんなと思って。え、どこですか。どっちだ。あ、さい、さい、なんだろう。いい、ごめんごめん。はい、行きますよ。もう初めてなんだからちゃんと見守ってて。波3メートル、うん、あと4メートルをうねりを伴う。4メートルのうねりを伴う。そうですね、今日ちょっと波ね、かっこいい波になってますよね。かっこいい波、うん、なんかサーフィンできそうな。あ、高いってことかな、ね、うん、いいウェーブが来てるということですね。高いってこと、うん、おさあ、日中の 最高温度が、ね、日中のね、日中のって、日中のね、日本と中国のなんか上空かなってますから。32度でございます、うん、日中の気温が32度でよ。
あったかいよそんな柔らかい感じ32度だよあったかいよ今日は皆さん気をつけてください。日焼けどういうことだよ。日焼けで火傷しないようにね、日焼けで火傷しないように、はい、気をつけてくださいね。明日も行っちゃいます。はい、じゃあ明日もね。明日はどうでしょう。南東の風やや強く、あと東の風曇り、昼間から晴れ、波3メートル、あと 2.5 メートルのうねりを伴う。おう、なんと朝の最低気温が27度で日中の最高温度が日中だったらだから32度でございます。皆さん日本も中国も温度みたいになるから皆さん気をつけてくださいね。日焼けで火傷しないように、はい、だから太陽で、はいはい、これでいいですよね。天気予報はお伝えしました。交通情報、はい、ありがとうございます、はい、いきましょう、ね、日本自動車道ですか、うん、はい、あの基本的にはなんかそう規制がかかっております。うん、うん、もうほぼ全部です。本当にほぼ全部規制ですよね、これね。ああ、あの西原から北中城までのもう上り下りすべて規制です。沖縄南から北が北行きで規制で、また沖縄北石川の間南行きで規制です。うん、逆かな、うん、逆かもしれないかもしれない、まあ、うん、そう、和歌の方も規制、金の方も規制、はい、宜野座から許田も規制ということです。規制でございます。規制が工事してるから工事区間なんですね。規制してるってことですかね。両方規制されてる。赤いとこ読んでもらって、赤いところがね、はい、あの開かないんですよこれ。ああ、これが開いてくれなくて、開かないってことは渋滞です。あ、渋滞、渋滞しているらしいです。どこが渋滞してる。沖縄北から石川じゃないな、石川から北向けですね、はい、沖縄北向け、うん、南行きが少しだけ渋滞しております。渋滞だって、はい、気をつけてください。つけてね、みんな。で、あと、うん、あの下道行きましょう。下道、下道ね、はい、一般道ね、一般道行きましょう。で、どっか、あ、こっち真ん中でしたっけ、はい、沖縄中南部、中南部の方ですね、はい、あ、もうだいぶ国道58号線が、うん、まあ伊佐から大蛇名、うん、じゃないな、大蛇名から伊佐向けですね、はい、うん、少しだけ渋滞してます。あ、本当だ。で、あと牧港からぐすくまの間も少し渋滞しておりまして、うん、はい、で330330、うん、まあ、335線ですかこれ。そうですね。あ、じゃあ普天間から、はい、これはあの石段、石段、漬け欄の方ぐらいまでかな。そうですね、少しだけ渋滞しております。北向きですか。北向きですね。あ、渋滞してます。結構渋滞してますね今日は。そうですね、なんかやっぱ、はい、みんな休み明けてますから。そうですね、うん、お仕事の帰りとかあるかもしれませんね。そういうの、はい、今日も気をつけて運転、はい、楽しんでください。はい、はい、一日安全運転でお過ごしください。はい、はい、お天気道路交通情報をお伝えしました。それではここでリスナープレゼントのお知らせです。何でしょう。ウエストマリン、豪華なね客船のウエストマリンさんから、うん、はい、大型水中観賞船オルカ号をペア一組様、はい、そしてディナークルージングペア一組様のプレゼントがありまして、はいはいはい、当選者発表します。決まったんですね、はい、ドラムロールします。オルカ号の方、あ、はい、ドラムロールします。行きましょう。じゃあ行きますよ。あ、もうです。あ、オルカ号。あ、何もドラムロールなしにしましょう。じゃあドラムもうちょっと目で合図してもらっていいですか。終わりがわからんかった。はい、終わりですって。もうドラムロールない方がいい。ドラムロールじゃあもう一回いきますよ。ドゥ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 。オルカ号ペア一組様当選者はエコザイルさんです。エコザイルさん、エコザイルさん、もう一つ、あ、もう一つ、はい、じゃあもう一つドラムロールいきますよ。ドゥ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 。ディナークルージングペア一組様は違う、ゆきさんもなんかもう分かってきたでしょ、だいたい3回目ですからね。なんで止まったんですか。なんか雰囲気でもうこいつの肩持つわけじゃないけど、雰囲気でも分かる。間の悪いこと、まあ、それがまたいいんじゃないですか。俺は多分だけど、2人悪い。行きましょう、もう行きましょう。2人悪いからね。ディナークルージングペア一組様はユニオンの向井さんで、ユニオンの向井さん、おめでとうございます。すぐ家特定できそう。すごいな。どのユニオンか分かんないですけど、
ね。はい、そして、はい、今度、敬老の日、9月19日、月曜日、敬老の日は、スペシャルランチクルーズがあるそうですよ。はい、おじいちゃん、おばあちゃんへサプライズな贈り物としていかがでしょうか。いいですね。ちょっと特別な感じがしますよね。はい、うん、素敵な感じで。はい、船の上で、バイキング料理をいただけたり、トーク&生ライブ、生演奏など、懐かしのメロディーの生演奏などあります。はい、ぜひ、興味のある方は、ウエストマリンまでお問い合わせください。バットマンみたいな人がいる。めっちゃ特殊な願いかけてた。バットマンみたいな人がいる。運行時間は、集合が10時半で、朝のね。はい、で、11時頃開始されて、船出が11時半ですね。帰ってくるのは1時半になります、はい、ちょうどねお昼の時間ですね。そうですね、うん、はいはい、その辺りにサザンブリーズね聞いていただければなと思います。はい、僕はじゃないですけどもまあ船の上ですからね、ちょっと特別じゃないですか、うん、そういいですね、そうだね、船酔いしないように、ね、気をつけて、うん、まあ、大丈夫じゃないですかね、そんな荒い海じゃないと思うので、はい、いいですね。県内唯一の遊覧船モビーディック号ということで、おお、ね、全然知らんけど、はい、すごい、 いいっすね。では予約お問い合わせは 098-866-0489、うん、電話 098-866-0489 番までお願いします。お願いします。はい、はい、すいません、あのツイキャスの方ですね、はい、来た、すいません、ね、やっと復活しまして、配信がちょっと遅れてまして、はい、今日テーマはね、夢見る夢の方ね、うん、そうで、メールもツイキャスもお願いします。はい、でチャラい AKB ファンさんから来ております。やっと配信されたということで本当すいません、すいません、うん、はい、でルドルフ2006弟子さんですね。ハイサイ、配信が遅かったね、ゆきちゃんということで、はい、ね、遅かったんですよ。で、渋谷さん、本当に今夜ありがとうございます。よろしくお願いします。やっとツイキャス復活ということで、はい、はい、あ、当選おめでとうございますね。あ、すごいですね、当たりましたか。渋谷さん、拍手ありがとうございます。はい、で黄色い顔の人さんですね交通情報をラップでお伝えしましたって、あ、で厳しかったら録音でラップ交通情報をって来てますけども、忘れてたんじゃない。そうですね普通に一人で一人で言っちゃう、普通にっていうか、でもね今日は、うん、そう、こちらが ね、 ね、あの読ませていただいて、うん、難しいですね。そうですね、交通情報、うん、天気予報読むの、うん、ちょっと舐めてましたよ、ゆきさん、うん、でも、じゃあ今度ラップでやりたいです。今度もうラジオやりましょういつも今度やりましょうから、やってないから全部夢の関しても次は絶対ラップでいきましょう、ね、はい、それではここで1曲お届けします。はい、松任谷由実で海を見ていた午後。いや、今その感じですね、うん
あの人のままに会うために。曇りの方が紫外線が多いんですよ。確かなんて曇りの方が紫外線多いんですよ。あ、うん、サングラスつけた方がいいですよ。視力落ちるらしいですよ、曇り。サングラスの方がダメって聞くけど、瞳孔が開いて逆に。ああ、そう、聞いたことある。完全にカットしてなかったら逆にダメみたいな。ちゃんとした UV カットのやつ。そうそうそう、やっぱサングラスこう浮くから、ポッとかから全部入ってくるから。じゃあデイゲームの、こんなんじゃない、デイゲームの広島カープぐらいの、こっちデージクルクに、こっちで集まるやつ。いやー、あ、入ってないか。31、メールも来てるかもしれない。すっげえ。見方わかります？うん、あ、来てるし。サンザブリン、さん。コーラはうめえぜ。もう遠いからメールとあれ、キャスは任せた。はい、何、何言ってる。俺もロックに今日やろうかな。次のお便り呼んでくれ。ああ、何恋愛でか悩んでいる。そんなお前に俺が一曲授けよう。殺害。こういう感じでやろうよ。それでもちょっとあのはっきり聞こえるように。お父さん、ロックに、ロック風に喋ればいいんですよ。でもちゃんと聞き取れるように。うわぁ、うめえら。俺の声は聞こえてるか。あ、あ、クロアチア。はい。いや、サザンブリーズを聴きの皆さん、ね、こんにちは。こんにちは。はい、時刻は3時46分を回っております。あ、そうだね。はい、ここでじゃあメールの方。はい、今日のテーマは夢、見る方の夢。寝てみる方の夢。はい、寝てみる夢だな。何か来てますか。はい、お、塚山、いつものようにお便りを読んでくれ。はい、わかりました。はい、じゃあエコザルさんですね。ユッキー部長、グリルチキンズのお二人さん、ハウディー。あ、いや、上手に焼けました。やかましいわ、おい。エコザイルだと思うわら、ということで、今はギノワン近辺の配達だからラジオ聞けてるさ。うん、夢ね。うん、最近彼女ができて、おバイクでタンデムツーリングしたり、居酒屋で飲んだり、うん、ラジバンダリーしてる夢見たわけさ。あ、夢か。びっくりした。だけどどんな、夢か。そう、どんな顔だったかはっきりとは思い出せん、わら、うん、とにかく正夢になることを祈ってます、ロドリゲス。祈ってみます、ロドリゲス。いやー、なんで4番バッター出るかな。お、リクエストあるらしいですよ。あ、ユッキーのアカペラでグリーンの奇跡よろしく。じゃあ後からやってみます。もう絶対歌わないといけないパターンのやつですよ。グリーンの奇跡を歌ってください。グリーンの奇跡を、アカペラでグリーンの奇跡を覚えとくわ。わからない。でもこれ顔を思い出してほしいな。なんかマサユメっぽいやん。そう、でもあるらしいんですよ、
夢に出てくる人間いるじゃないですか、他人は絶対に見たことある顔っていうのを言っててましたね。だからあの知らない人だったっていうのは、いや少なからずどっかで見てはいるんですよ。だと例えば喋ってなくてもいいんですよ、うん、例えば本当に道歩いてすれ違った人とか、うんうんうん、そういう人が夢に出てくるっていう、うん、いない顔は出ないらしいですよ。じゃあ一応だこの世にいる人なんですね、うん、この世にいる人なんで、うん、それを探してみるのもありかもしれないですね。いいやんいいやん、もしかしたら歩いてる時にはっ確かに確かにはっってなるかもしれないです、うん、そうですね、夢で見た人はって、うん、ね人間確かにね、あの、うん、思い出せないだけで結構記憶してるらしいですから、ね、それが夢に出てくるっていうのはあり得る、はいはいはい、パターンですからね。確かに。ちなみにね、うん、人間の脳の容量は120億ギガです。以上です。はい、それではね、塚山くん、お便り読んでくれ。次の行きます、はい、じゃ次、お名前、沖縄こ、うん、もう次来る。あの、だから、もしこの似た人がいたら、うん、あなたはあの私 の, あの、初めて会いますけど、夢に出てきましたとか言ったら、ちょっと話しかけやすいんじゃないですか、うん、あでも、でも怖くないですか、怖い。怖い普通に怖い。想像してください、一回。マジで、リアルに想像してください。パって普通に道歩いてて、うん、例えばもう、コンビニ行こうでもいい、何でもいい、歩いてて、いきなり、すいません。あ、逃げるか、うん、今日初めて会って、うん、お話は今日初めてさせていただくんですけど、はい、あなた自分の夢に出てきて付き合ってたんですよ怖いね、確かにね映画パターンっす、うん、映画パターン狂気感じるよ、怖いっすって、それは新手の詐欺からみたいな思っちゃうから怪しいそれはやめてください。そうか、でもあったら、ね、いろいろ今あの名前で全て調べきれるんで全部調べ上げてくださいね。いやあ、全部調べきれますこの5人生は。いやあ、なんだこれ、わからんから怖いな。じゃあもうおふざけはここまでね。はい、次行きます。お便りお願いします、はい、沖縄コンビーフセンターさん、お、ゆきさんこんばんは。映像を見たらたくさん人が映ってますね。はい、皆様こんにちはということで、もうすいませんね、今日ね、リムの方が来てくださってたんですよね。リムさんに上げてしまいました、はい、こんにちは。で今日も暑さの危機でジャック・バウアーの気分です。お、大統領、沖縄全体を大盛りで食べたい。追伸、なんかごめんなさいって言ってたね。そう、謝るっていうね。こうやってきた俺、そういう風に読まなきゃいけないみたいなこの使命感はあるんですけど、やらなくていいですか、やった方がいいんですか。やった方がいいよ、これはやった方がいい、やった方がいいよ、やっていった方がいい、うん、沖縄全体を食べたい。多分この売店でも全体ある、うん、売ってるんですけど、うん、ちょっと大盛りにしてくれないって言ったらちょっとやってくれそうな雰囲気ですよね。いいですかね、大盛りに。美味しいですよ、この前いただいたんですけど。あ、そうなんですか。はい、いいな、うん、全然いいですね。お腹いっぱいになりました。そう、全然最近初めて食べたんですよ。え、それこそ生まれて自分、はい、初めて。あの豆類が嫌いなんですよ。あ、豆類、あ、だからずっと食べれなくて、うん、でもまあ最近ふわっと食べて、うん、そう、やっぱ大人になるんですね、味覚もはいはいはい、はい、そんななんか嫌な感じしなくて。そっか、そういえばそうですね、私も小さい時食べれなかったな、全体に。何がうまいんだろうと思ってましたもん、ちっちゃい頃は、ね、大人の味ですね。じゃあ次行きますか。次お願いします。ね、お名前来てます、メール来てます、うん、チャラ AKB っす、はい、AKB ファンさんですかね。ヘイヘイ、ゆきちゃん、グリーンの手のお二人さん、サザンブリーズ沖のリスナー皆さん、こんちぃす。おー、チャラいね、今日も。ゆきちゃん、ツイキャス調子悪かったの？そう、うん、まさか忘れてた月曜のサザンブリーズなら即クレーム入れてつけてもらうわ。わら。テーマ、夢。うん。俺の夢はね、宝くじが当たったな。当たったらな、一番いいっす。宝くじ当たったら沖縄で家帰ったっすね。あー、夢の話やわ。そういうお茶あるの。多分夢見てないのかもしれないですね。そうですね、見てなさそう、うん、爆睡か熟睡してるってことだね。しっかり寝てそうですね。しっかりね。でも、うん、夢は絶対見てるらしいですね。ああ、覚えてないだけで、うん、記憶されないらしくて、だから夢をちゃんとこうなんか見返したいというか、はいはい、覚えておきたい人はパッて目ちょっとふわーってなった時すぐメモった方がいいらしい、本当に、うんうん。これ訓練でできると思うし、やってた時期ある。あ、そうですか。はいはい、どうでした？できました？できましたよ。結構覚えてますよ、変な夢。自分も一回あの、うん、夢でなんかネタの面白いの思いついて、はいはい、これのネタ面白いなっつって、うん、はいはいはい、パッて起きて、うん、すぐ携帯でメモってまた寝て、うん、で起きてから、うん、それから、うん、H郎に、あ、夢でそういえばめっちゃ面白いやつ見たっつって、うんうん、あの見せたやつがメモってあるから見れっつったら、うん、全然見分からなくて、あ、え、何これ。確かにね、その場だけだからね、うん、
二人で、え、なにこれ、その時だけ面白いやつ、何が面白いんだよ、あ、意味は分かるけど面白くない、曖昧だし、こういうことかなって解読しても全然面白くなくて、あらー、なにこれと思って、すぐ消しました、よくあるすぐ消しました、それ、これメモが悪いんじゃない、なんか本当はもうちょっと面白かったんじゃないかな、なんかもったいないな、もしかしたら雑すぎて寝ぼけてるから伝わりづらかったみたいな、はいはい、あ、そういうのもあるかもしれないですね、はい、皆さん他にありますかね、じゃあちょっと、はい、ここでまた一つ FM ギノワンへのお知らせをします、今年も開催されますトロピカルビーチミュージックパーティー、略してトロパ、トロパ9月24日土曜日、25日日曜日、ギノワントロピカルビーチにてトロパが開催されます、ライブ、マリンスポーツ、フードコート、じゃんけん大会、うん、アームレスリング大会、そして花火、うん、盛りだくさんなお祭りです。すごいいっぱいありますね、はい、メインステージの司会は FM ギノワンでもおなじみのナオピンさんが土曜日に担当します。日曜日は久高真理さんが担当します。 FM ギノワンではこのトロパのライブステージを生中継、トロパのにぎわいを皆様へお届けします。 FM ギノワントロパ特番は9月24、25両日とも6時から8時の放送です。皆様ぜひお聞きください、聞きください、はい、皆さん、以上トロパのお知らせでした、うん、はい、ということで、ツイキャスも、はい、来てます、はい、あの黄色い顔の人さんですね、はい、夢、今日見た夢は僕の頭の上にスナック菓子をこんもりと友達に乗せられる夢で動いて落とした瞬間に目覚めました。どんなゆきちゃん、夢占いしてください。かわいい、なんかどういうこと、すごいですね、でもなんか面白いですね、こういうことがあったわけじゃなくて、頭の上に乗せられてスナック菓子を乗せられた友達にね、落とした瞬間に起きるという、あー、何なんだろうな、これは多分わかんないですけど、この友達となんか面白いことができるっていう予感じゃないですか。違います、いやいや違います、でお菓子、じゃあそしたらどういう意味なんですか。これはあれなんですよ、あ、多分黄色い顔の人さんは、うん、お菓子が嫌いなんですよ、うん、そう、あ、嫌いなものを、うん、やっぱ自分、人間一番大事だと思ってる頭にずっとこう乗せられる、うん、その友達、多分その友達のこと最近嫌いなんじゃないですかね、喧嘩したとか鬱陶しく思ったそうそう、それで、その嫌な人が嫌なことをしてくるっていうあれで、多分それの現れかもしれないです。いや、本当これ嫌な占い師ですね。そう、あ、自分のあれですよ、本当にあのなんか来てる、勝手な想像ですけどそう、でまあそれはだったらすごいですけどね、黄色い顔の人、アウアウクロアチアって何、あ、さっきね、そう、さっきあの発声練習して、ちょっと顎が、あら、カタカタカチャだったんで、発声練習クロアチアなんですか、そうそうそうちょっとわかる気がする、クロアチア、クロアチアつって、クロアチア、分かりました、クロアチア一番言いやすいですからね、じゃあね、また来週もクロアチア言いながらね、言いながら放送を行います、いや、言い終わってから始めましょうねはい、チャラい AKB ファンさん、はい、ツイキャス切れたらメール読まれてるし、本当ね、メールの画面行ってる時にツイキャス切れてるし、申し訳ない、これ何回かありました、今まで本当にちょっと申し訳ない、一つの画面で切り替えてるんでね、すいません、はい、今日はちょっとなかなかネットがつながらなくてね、絡みがちょっと少なくてすいませんでした、それではまた来週、これ時間終わってるから、サザンブレイズでした、やったー、おりゃ、明日でないんかい、はい、はい、チャラい警備ファンさん、いつものことやから大丈夫、すいませんね、ありがとうございます、していきます、で小沢さん、お疲れ様んさーってきて、ありがとうございます、いいね、そうで、チャラい警備ファンさん、お疲れ、黄色い顔の人さん、お時間ない中ありがとうございました、ありがとうございました、すいません、そう、今日パタパタしてましたよね、本当にネットのせいでございます、はい、本当にね、また来週から、うん、いい感じでスムーズに行きましょう、そう、お届けしていきますので、すいません、ありがとうございました、それでは、バイバイ。